はい、こんにちは、大貝です。今日はですね、ツイッターの方で質問あったことについて答えようかと思います。で、初心者に対しての内容になるかなと思いますね。まずですね、内容がですね、初期投資額でそこそこの程度のものを揃えるならどれぐらいかかるか、ということなんですが、必要になってくるものは、その前に今日吸ってるパイプ、今日使ってるのはチャラタンのパイプです。で、アンフォーラフルアルマを吸ってます。前ですね。すいません、話戻しますね。で、最初に必要になってくるものは、当たり前ですが、パイプと、それと、パイプに入れる、パイプ、吸うための葉っぱ、パイプのタバコ葉。それと、あと、こういうタンパーですね。コンパニオンですけど、この場合は。こう、上からこう、押さえるときのものと、あと、なんかこう、残った灰を嗅ぎ出すためのものがついてるやつ。これ500円くらいで売ってるので、非常に便利です。これ1本でこと足りるので。っていうものと、あと、着火器具。まあ、ライターでもいいですし、マッチでもいいです。あとは、当然、タバコなので灰皿。といったようなものですかね。と、それとあと、掃除用のモールが、最初必要になってくるかと思います。で、モールは数百円で買えます。はい。で、同じく、マッチやライターは100円、200円で買えるわけなので、これもそんなかかるもんじゃないです。灰皿は別に100円ショップのでも何でもいいので、まあ、要は灰を入れられれば、それでいいわけですから、まあ、それも安いもので全然構いません。で、一番かかるのは当然、パイプかと思います。で、初心者の方に、まあ、私もあんまり、経験があるから何とも言えないんですけども、進めるのは、できれば、俺個人的な話ですけど、ちょっと肉厚で、このパイプが厚くて、OK とやってる。パイプが厚くて、そこそこの値段、5000とか1万円とか、それくらいのものを使っていただいた方がいいかと思います。ちょっと、パイプの最初のセットなんていうのもあったりしますけど、あれはちょっと、あのパイプはちょっとあんまりよろしく、どうだろう。まあ私使ってるんですけどね。味が悪くないんで使ってるんですけど、あれをちょっとなんかあんまりよろしくないんじゃないかって話はよく聞きます。だったら、ちゃんとしたメーカーの、まあそうですね、1万円くらいするやつ、まあ1万円くらいだったらいろんな5種類がありますので多分、5000とか、5000から1万円くらいのものがいいんじゃないかなと思います。で、どうしても、私もそうなんですよ、初心者の場合は、ジュースが、要は燃えてる時に、引き戻しの時の水分、早足がよだれとか唾とかですね、吹いた時の水分とか、あと燃えて出た時の水分が溜まるので、これはどんだけ頑張っても、どんだけ上級者やっても、これ出さずに吸うっていうのは物理的にまず不可能なんですけども、それの量ちょっと多くなっちゃうので、フィルター使ってやるのもいいと思います。で、フィルターは3ミリと6ミリと9ミリ、このパイプとここをつなぐ穴で、大きさで変わるんですけれども、9ミリのフィルターだと一番水を吸ってくれるので、最後までうまくきれいに吸いやすいです。6ミリだとまあまあ、3ミリだとほとんどないに等しい、まあ細いのでね、です。で、慣れてきたらフィルター外してっていう感じでいいと思います。フィルターもいろいろこう売ってますので、近くのタゴヤさんから買ってきていただければと思います。ですので、実質かかる初期投資額っていうと、1本が1万、タイプ1本1万、タバコ葉が、まあ、2000円くらいとしますか。大体。1000いくらから2000いくらくらいまで幅あるので、2000円。で、ライターと、ライターとかマッチと、タンパーですね。あと、灰皿があればいいので、あと、それとあると便利なのが、こういうパイプスタンドですね。別に、何でもいいと思います。300円とかくらいで売ってるのもありますし、自作してしまうのも手ですね。まあ何でもいいですけど。なので、
1万5000弱くらいでしょうか、個人的な感想としては。最初にあると十分な額っていうのはくらいかなと思いますが、パイプはですね、1回使ったら1日休ませる、最低でも1日、できれば1週間くらい休ませた方がいいので、長く使うためにも、そういった意味では2本3本慣れてきたらですね、2本目3本目買うようなことになる人がほとんどです。ですので、まあ、最初は1万5000、後からちょっとパイプを買い足していったりしてればいいかなと思います。あと掃除用のモールですね、終わった後こう沿道と中を掃除するためのものなので、そうですね、やっぱり1万5000くらいか、1万5000弱くらいあれば、個人的には初期投資額としては足りるのかなと思います。安いパイプ、例えばコーンパイプとか使えばもっと安くなります。コーンパイプ1本2、3000までも十分いいものを買えるので。ただまあ、コーンパイプはコーンパイプで別の特徴があるので、最初やるんだったらコーンじゃない方がいいのかなと思ったり、でも安いしジュースも沸かないのでコーンパイプも悪くないかなと思ったり、正直様々です。はいっていうようなところですかね。はい、それとですね、バージニア系とも好きなんですが、アイソーの葉っぱはありますか。バージニアが好きだったら私の一押しはダンヒルのフレークなんですが、フレークはまあ最初吸いづらいかと思うので、バージニアで美味しいのユテラの、マチュアードリボンとか、あとダンヒルのウルトラマイルド、あれはバージニアバーレーですけど、あの辺なんかがバージニア好きはいいかと思います。で、ベタベタの着光好きだったとしたらブルーノートみたいなやつですね。あとほんのり甘くて人気あるのが、私今吸ってるアンフォーラフラーラもですね、初心者に個人的には私はおすすめしたい銘柄。あとラタキアものはいろいろありますが、ラタキアものは結構人によって好みが分かれるので、ある程度慣れてからでいいんじゃないかなと個人的には思います。はい、そんなところですかね、始める時の私個人的な私の試験から見たアドバイスでいうと、といったところですね。はい、あとマシンメイドとハンドメイドパイプの味の違いはありますかっていう質問がですね、あったんですが、正直言って分かりません。多分相性はあります、ハンドメイドももちろん。なので、マシンメイドもハンドメイドパイプも味は同じとまでいかなくても、そういったその基準的なものは変わらないかもしれません。マシンメイドでもオイルパイプもありますし、オイルキュアリングので、ハンドメイドでもオイルキュアリングで有名なリーフォンエルクさんのパイプもありますので、その辺はやっぱり本当に葉っぱとの相性なのかなと個人的には思ってます。うん、なのでそうだな、味についてはまあパイプそれぞれっていうふうに言うしかないと私個人としては思いますね。はい、ということで今日はちょっと初心者向けに初期投資額の、コメントというか、話でした。では、ご質問ご意見ご要望とあればですね、いつものように、下のコメント欄の方にお願いします。では、今日はこれで終わりにしたいと思います。ではまた。